鳴り物入りで登場した中国機体の空母山東ですが、もう動かない状況に陥ったようです。ニュースソースはアメリカですが、監視能力のスペックの高さに感服します。今回はこの中国空母について見ていきましょう。中国では初めての国産航空母艦山東。しかし、この空母、母港の海南省三亜市の海軍基地から出港して間もなく、なんと1日以上も動かなくなったというのです。その様子は、しっかりと衛星で捉えられていました。さらに、もう一隻の空母遼寧も、やはり、公海上で、1日以上も停止したままになったとか。この様子も、アメリカ海軍の艦船が逃さず撮影して、世界中に公表されました。それを受けたネット上では、中国空母は、どれも、これも張り子の虎。実戦では、全く役に立たないことが、証明されてしまったとからかう声が噴出しているようです。こういった揶揄に対する中国側の反応です。中国国防省スポークスマンは、中国の空母は家に引きこもっているオタクではない。長距離航行能力はすでに証明なしていると述べるなど、定例会見場で中国空母張り子の虎説に真っ向から反論しました。そりゃそうですよね。スポークスマンがネット上の書き込みに向きになって反発するのは極めて珍しいことです。しかし、中国軍内部でもこの2隻の空母の能力に疑問の声が上がったらしいとアメリカ政府系報道機関ラジオフリーアジアが報じました。新27部隊軍事雑談は軍事情報を発信する SNS ですが、4月下旬、衛星写真を見ると、山東は出港してから、すぐ、三亜市外海の東部で停泊したままで、昨日の位置と、全く変わりはない。つまり、1日以上動いていないことになるという投稿がありました。問題は、山東だけではないようです。中国初の空母遼寧ですが、この間も、4月初旬、母港山東省青島港を出港して、フィリピン海で軍事訓練に参加後、帰路の途中で、三亜港から東 290km の外海で、1日以上動かなかった事実が、アメリカ海軍などによって確認されているのです。その時の様子について、アメリカ海軍関係者から公表された写真があります。第7艦隊所属のイージス艦マスティン艦長が、両足を欄干に乗せたまま、海上に停泊している遼寧を眺めているというものでした。中国艦船をのんびりと眺めているというのは、2国の緊張関係を思うとありえないような状況ですよね。ネット上では、これが戦闘状態だったら、遼寧は、アメリカ海軍のミサイル攻撃で撃沈されているだろう。24時間、様々な国に監視されているのなら、中国は、果たして台湾を侵攻できるのか、などという意見が溢れました。前述の通り、中国国防省の報道官は、定例記者会見で、中国の空母は、引きこもりオタクではないと発言しましたが、ラジオフリーアジアは、5月初め、中国当局は、遼寧などの実戦戦闘能力に問題が発見されたということで、責任者を追及していると報道したのです。その中の一人が海軍の曾学元副参謀長です。曾氏は4月下旬、深刻な規律及び法律違反容疑で、全人代、全国人民代表大会、国会に相当代表を罷免され、今は身柄を拘束されて、党の捜査機関によって取り調べを受けているようです。複数の香港やアメリカの中国問題専門メディアも、今後は
中国当局によって空母建造に関わった高官の取り調べが進んでいく可能性があると伝えています。では、中国の国民の反応です。ソラカーサントンには、中国共産党がその力で、あらゆるテクノロジーを他国から奪い注ぎ込んでいるので、適度な空母機能が備わってるらしい。もう一方の遼寧は、航行すればするほど、国際社会に恥をさらすようなものだとも囁かれている。また、空母と言いながら、遼寧のスピードは漁船より遅いと、国際社会は揶揄してると言われるので、中国共産党がそこまで言われながら、なぜ、遼寧を使う必要があるのか？無知な国民向けのプロパガンダとして利用しているのか？防衛省幹部は、空母軍としての能力が上がっているのは間違いないと威張ってるが、敵も褒めるぐらいだから、担当者を毎回処分してたら、人がいなくなってしまう。空母の性質上、戦艦に比べて動きが遅いから、敵が寄ってくるのは仕方ない。逆に、スルーされたら脅威ではないと言われていることになる。などなどいろいろありますね。しかし、中国国内の意見に左右されるということは、中国政府の面子というの把握まで、中国国内向けということでしょうか。山東も遼寧もカタパルト方式ではありません。だから、第4世代、第5世代の最新鋭戦闘機を搭載できませんし、軽い旧式戦闘機しか搭載できないので、戦闘用としては、はっきり言ってハリボテですね。しかし、現在開発中のものは、果たしてどうなのでしょうか。山東は、遼寧の姉妹艦のようなものですが、実質3番艦ですね。中国産のコピー艦とも言われますが、機関の故障で航行不能になったとすれば、逆説的によくコピーできている証拠です。搭載している戦闘機も、ロシア機を回収してリバースエンジニアリングした艦ですが、戦闘機も搭乗員も一流です。航空自衛隊の F-15MSIP 積み機であっても、ギリ対抗できるかどうか不安がありますし、実際に空自は PLA 空軍、海軍航空隊の脅威を認識しているそうです。中国に台湾を直接攻撃されるより、南シナ海にある人工島とセットで、陽動作戦に使われる方が厄介です。海自のヘリ空母回収 &F-35B 戦闘機は、離島を含む各都道府県に赤字空港を持つ日本にとっては、強力な資源となりますから、PLA に影響を受けた F-35B の導入という手もありと考えられます。改めて、遼寧の前世を紹介すると、生まれは旧ソ連で育ったのが、ウクライナということになります。経済的に苦しくなったウクライナが、ワディャーグという艦艇を中国に売却したのです。マカオ経由で中国が手に入れたワディャーグでしたが、ウクライナが、機関の主要部分を取り外していたため、中国が、かなりの部分を新設計新造したというわけです。ということで、遼寧、山東の2艦とも、中国製の部分が原因で、重要な機関に問題を抱える可能性が推測されますね。では、そんな遼寧を含めた中国の解放軍についてのコメントを紹介しますね。少し前に出た、こんなに弱い中国人民解放軍という本から抜粋したものです。アメリカ海軍に言わせれば、中共海軍は、海戦から、数日で、機能を完全にストップできるレベル。理由はたくさんあるが、まずは、対潜水艦能力、掃海能力がゼロということに尽きる。
だそうです。この本が出て、すでに6年になりますから、レベルは少しは上っているのでしょう。とはいえ、数日が十数日に伸びたくらいではないかと言われるのです。南シナ海に、一生懸命、新基地を作ったのはいいとして、その周辺に、嫌いをまかれただけで万事休すだろうとも。中国海軍の間では、作戦命令が出た途端、浮上して、アメリカ、台湾軍に降伏したら、命は助かるし、亡命できるし、これこそ一石二鳥という発想が流行っているらしいです。潜水艦乗員は、自分たちの居場所や行動は、西側に探知されていて、敗北間違いなしと知っているせいか、戦う前から、戦意は皆無とか。中国政府としては、アメリカ空母と張り合う格好にしたいのでしょうが、70年以上前の第二次大戦時代から、建造や運用を継続しているアメリカとは張り合えるわけがありませんね。遼寧岩本より3トンも、ほとんど実戦能力はないと見られ、張りぼてと揶揄されている状況に、中国はアメリカ空母は言うまでもなく、海自の出雲、加賀の空母化に、異常に神経を尖らせているというのも、比嘉の能力差を痛感しているからだろうと思われます。